平成23年台風第17号は2011年9月24日に発生しフィリピンなどを襲った台風である。進路図2011年9月23日9時にパラオ諸島の北部で熱帯低気圧が発生し24日9時に台風17号となっためアジア名ネサットと命名された。命名国はカンボジアで漁師を意味する。また、 フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ペドリングと命名した。台風はフィリピンに向かいながら、勢力を強め、26日9時に強い台風に、27日3時に大型の強い台風に発達した。27日の明け方に大型で強い勢力を維持したママルソン島に上陸し、29日の昼過ぎには、 強い勢力を維持したまま海南省を横切り、30日昼過ぎにベトナムに上陸し、10月1日3時に熱帯低気圧となり、同日9時に消滅して低圧部表記となった。この台風は暴風雨の範囲が非常に広かったことが特徴であり、それによる被害がフィリピンで相次いだ。フィリピンでは増水した川に流される 建物が倒壊するなどして55人が死亡し、28人が行方不明となっている。首都マニラでは大規模な停電が発生したほか、証券取引所が取引を中止するなどの影響が出た。米ウォークでは高波が海岸堤防を乗り越えて浸水し、堤防は高波で破壊された。中国では4人が死亡し1人が行方不明に、また強風により、 少なくとも3人が負傷した。中国当局では、海岸省を中心とした地域において、約30万人を避難させたほか、交通機関にも乱れが生じた。農作物等への直接的な経済損失額は21億元に上った。ベトナムでは、洪水や浸水によって少なくとも8人が死亡している。ありがとうございます。